指令のままに。我が主に栄光を。指令のままに。
んの洗脳が解けて邪魔する人がいなくなったから校舎の出入り口も自由に通れるようになったんだってね。私が聞いた話だと1年生校舎と2年生校舎、それに物質棟の3カ所で霧が発生しているみたい。一橋さんみたいに各校舎にそれぞれ契約者がいるんじゃないかな。一橋くんの事後対応でてんてこまい。このまま副長についていきたかったんだけど、今は本校舎を離れる余裕がないの。ごめんなさい。危険なことはくれぐれもしないでね。困ったことがあったら私に声をかけて。その時は何があっても君を助けるから。本当にお疲れ様。危険なこと。
久しぶり。気になる？でも教えてあげない。私は夜。覚えてる？嬉しい。聞きたいことがあるんだ。君はどうして契約者を倒そうとしてるの？そっか。じゃあ契約者を倒すのは手段の一環でしかないってことだよね。君を除いてこの学園には契約者が7人いるの。彼らを知ってその上で考えてみてよ。時が来て君も望んでくれれば別の答えを教えてあげられるかもしれない。ふふ、そろそろお別れの時間。私の持ち時間はとっても少ないんだ。バイバイ。ああ。なんだ、一人か、副長。たまには男同士交流でも深めるか？なんだよ、釣れないやつだな。で、受信しに来たんだろ？見てやるよ。顔色が悪いな。もうあまり無理はするなよ。僕はもう間違わない。
待っていたあなたを。ええ、知っていた。あなたが来ると。はじめまして、先輩。私は駿河台こころ、高等部1年生。そして、怠惰の契約者。大丈夫。私は安心安全な女。先輩たちの敵にはならない。今もこれからも学園内で剣能を使うつもりはない。剣能と霧が対応してることも理解している。私の願いは一つ。誰も傷つけず、誰にも傷つけられないこと。だから学園を安心安全にしたい。そのためにまず1年生校舎にいる契約者を倒したい。フンヌの契約者、彼は危険で厄介。先輩の力を貸してほしい。私の力は予知分析。望んだ未来への最適解が分かる力。だから知った。彼を倒すのに先輩の力が必要だと。ありがとう。第一部、駿河台こころ編、飛躍報復の亡者。感謝。ところで先輩、私はあなたがキーマンであることしか知らない。契約者を倒す方法をはじめ、実はわからないことばかり。だから先輩の知っていることを教えてほしい。情報交換。なるほど。私はイデアのことさえ知らなかった。とても勉強になる。一年生校舎の中にも霧が広がっている。おそらくその霧からつながるイデアを砕けば、フンヌの契約者を倒すことができると思う。先輩、早速だけど一年生校舎へ。フンヌの契約者はとても危険。なるべく早く倒してしまいたい。
私の霧が広がっている。私以外誰も入れるわけにはいかない。私の霧が広がっ、
これで入れる。鍵は私がかけた。安全のため。校舎内の1年生は彼が外に出さない。出ることを許さない。だからせめて校舎外にいる1年生が入ってこないように私が鍵をかけた。被害者を増やしたくないから。あなたは2年生、出入りしてもきっと彼は気にしない。大丈夫、私は例外。校舎から逃げようとした生徒が見せしめに殺された。理不尽。もしかしたら先輩を不快な気持ちにさせるかもしれない。でも先に言っておきたいことがある。避けられない未来もある。離せ、俺に近づくな。一人にしてくれ。ダメだ、お前校舎から逃げる気だろ。違う、違うんだ。王冠がするんだ。王冠？俺はをさ、殺したくなかったんだよ。ふっ、薄らさぬ友情。ほんとムカつく。イカリア君、駿河台さん、おかえり。君が戻ってきてくれて嬉しいよ。そうだ、聞いてよ。校舎内のルールを増やしたんだ。君に危害を加えたやつもぶっ殺すって。なぜ？駿河台さんは例外だから。嫉妬するみみっちいやつもいるんだよ。一年生で私だけが自由に校舎を出入りできる。
れは俺にだけ理不尽だった奴らへの復讐なんだ。でも駿河台さんだけは元から俺にも公平だった。だから例外。誰かは知らないけど、もちろんあんたみたいな無関係の上級生も例外だから安心しな。ねえ駿河台さん、あと二人殺せば復讐も終わる。そうすれば俺の呪いも解けるはずなんだ。そうしたら君に伝えたいことがあるんだ。待っててね。やっぱりくそくそいかにゃ。吉田くん大丈夫？うるさいわね。そもそもあんた誰よ。先輩は新生徒会の副長、私が連れてきた。事件を調査解決してもらうため、説明はこれから。そういう設定でお願い。新生徒会？異変後に発足された組織、学園長も認可してる正式なもの。ふーん。先輩、二人は植木さんと吉田くん、イカリア君のクラスメート。無駄さ。生徒会だろうが新生徒会だろうが変わらない。俺も片岡も殺されるんだ。全部イカリアの呪いなんだ。霧も結界もこの異常事態も。だって俺たちはあいつを。悪いのは全部イカリアよ。あいつは頭のおかしいやつだから。教室で黒魔術の本を読んだり、ブツブツ呪文唱えたり、不気味なことばっかクラスでしてたの。おまけに学園に呪いをかけたんだって言い始めてさ。そうしたら本当に霧とか結界とかたくさんの異変が起きて怖かった。あいつ全部自分の力だってみんなを脅し始めたの。吉田くんたちがイカリアをなんとか3階の教室に閉じ込めてくれたんだけど。窓から飛び降りたんだ。自殺だった。でもあいつが死んだ途端にこの校舎でも霧が生まれて。さっきみたいにイカリアの幽霊みたいなのが生徒に乗り移って吉田くんたちのグループを殺すようになったの。駿河台さん、副長さん、お願い、吉田くんたちを助けてあげて。それは ありがとう。彼らは剣能のことを呪いと解釈してくれている。説明を必要としなくて好都合だからこのままにしたい。先輩、それはそうと、吉田君のことだけど。何でもない。霧は2階に広がっている。急いでイカリア君のイデアを壊そう。
Thank you.